兵庫県立星稜高等学校は、兵庫県神戸市垂水区星稜第四丁目にある、普通科全日制の県立高等学校。1948年9月1日学生改革に続く、公立高校の総合性を背景に、1878年創立の、兵庫県立第一神戸商業高等学校が、普通科の兵庫県立垂水高等学校を統合して、 普通科、商業科平地の、兵庫県立清涼高等学校に改称した。1949年時点で、小学区制、総合制によって、清涼高校は普通科、商業科とも、るみ区内のみから進学できる高校となった。その後、小学区制は、若干見直され、神戸第三学区となった際、普通科に対して、商業科は、 学区全域から入学する傾向になった。さらに、伝統ある商業化単独校、検証、復活の機運が、卒業生や神戸商工会議所を中心に活発化したこと、垂水区内での宅地開発に伴う人口増加を受けて普通家庭員の増大が課題となったことも後押しとなり、広島省分離が行われることになった。協議の結果、 清涼高校は維持した上で、昭和37年度から商業科の募集を停止、同年度から商業科単独校の、兵庫県立神戸商業高等学校が新校地となる現在地に新設され、神戸市内全域から生徒を募集した。なお、戦後の商業科単独高校誕生自体は、第1号ではないが、誕生実現への動きは、 神衝動総会など検証の働きかけによるところが大きい。その後、1962年に本校隣接地に兵庫県立神戸商業高等学校が新設されたことに合わせ、本校商業課は募集停止を経て1964年3月の全生徒卒業をもって廃止、本校は普通科単独校となった。 したがって、本校の学校自体の誕生はこの経緯ゆえに1878年に遡るが、広島分離後は商業学校の流れを一切分離し、神戸四中のみを前進とする1941年の創立とみなすようになった。本校の高知及び旧校舎が1932年に兵庫県立第一神戸商業学校のものとして整備されたのは、 この経由へである。同窓会組織については、四中同窓会、財団法人人務同窓会、清涼同窓会があったが、広島省分離の際に上省同窓会は、県章に帰属。その後四中同窓会と、清涼同窓会は統合した。1948年4月1日の学生改革に際しては、県立第一神戸商業高等学校、 県立たるみ高等学校ともに旧生に、引き続き男子校であり、さらにそのまま、同年9月1日に統合し、県立清涼高等学校となったため、男女教学科は、翌1949年の小学区成実施に、伴い女子生徒が、普通科、商業科に入学した際に実現している。ちなみに、県立たるみ高等学校の近所には、 県立第四神戸女子高等学校が、歌敷山にあったが、県四工場は、垂水高校よりも、はるかに、遠距離にある県立第二神戸高等学校に移転、合併し、兵庫県立兵庫高等学校となった。この経緯として、垂水高校が、神戸四中の創立から5年程度という、比較的歴史の浅かったことに加え、 戦後1946年2月3日に校舎を消失しかり校舎状態であったことから、県4校所との統合を構想しつつも受け入れられる状態になく県4校所側からの拒否もあり、破断となった上、当初は在校生の排出をもって廃校にする予定があったとされている。学校の存続を模索する中で、健在であった校舎を新生中学に、 払い下げられるのを危惧し、旧制神戸に中途の統合を拒否した兵庫県立、第二神戸女子高等学校への統合を、生徒側が望むも、県当局より、るみから、旧制中学イコール新政普通科高校が、なくなるのは、好ましくないとされ、立ち消えとなっている。その後、公立高校の総合性を受け、同じく、るみ区内にあった。 県立第一神戸商業高等学校が普通科独自新設に変えて県立るみ高校を吸収することになりるみ高校側から見ればようやく独自の校舎を持つことになった上学校自体が一点存続することになった。兵庫県立第一神戸商業学校以来の校舎は1990年代前半に全面的に改築された。なお、 この改築の間、本校は一時的に当時隣接地に残っていた旧神戸商科大学の建物に移転している。ありがとうございます。